この間その前に来て2回目ということなんですけども、はい、向こう町競輪場はどうですか？そうですね、まあ2回目なんですけど、そんな、まあ、400メートルバンクなんで、はい、地元バンクも400で走り慣れてる周長なんで、うんうん、まあ、そこまでなんですかね、走りにくいとかいうイメージもなかったんで、あ、そうなんですね、今回もしっかり走りたいと思います。はい、4走前の松坂が完全優勝で、はい、なんか直線の長いところの方が得意とか、なんかそういうのはありますか？はい、そうですね、自分的にはまあそんなに意識して走ってないんですけど、まあ自分はダッシュタイプなんで、はい、そうっすね、どうなんですかね、もうコーナーからのダッシュの方が得意かなっていう感じですね。そうなんですね、はい、ありがとうございます。あの、先ほども少しちょっと聞いたんですけど、相馬選手の感じがおしゃれで、はいはい、かわいいなと思ったんですけど、これなんかどんな意味合いでつけてもらったとかあるんですか？あ、そう、多分珍しいと思うんですけど、はい、相馬の字、その相馬の相が思うで、うん、間がまっすぐの間なんですけど、はい、その思ったことをまっすぐにっていう意味で、はい、つけてもらいました。そうなんですね、はい、なんかぴったりなイメージですね。あ、ちなみにあの、はい、外でこう応援されるときに呼んでもらいたい、はい、なんかニックネームじゃないですけど、ありますか？まあそうですね、自分の名前結構気に入ってるんで、はい、ソーマーって呼んでもらえたら嬉しいです。あ、本当ですか？はい、いつもなんか選手まで行った方がいいのか、呼び捨てでいいのかすごい悩むんですよ。まあそれはどっちでも大丈夫ですか？はい、ソーマーでも呼び捨てでも、はい、ありがとうございます、そうさせていただきます。ちなみにあの、冬とか夏とか天気とか、はい、なんかそういうので苦手得意はありますか？そうですね、まあ冬はやっぱりみんなかもしれないですけど、はい、寒いんでちょっとあんま得意じゃない。得意ではない。夏の暑い方が、そうですね、夏暑くて汗かびしょびしょの、びしょびしょの方が全然本当ですか？はい。ちなみにお休みの日とかは何をされてますか？あ、休みの日はまあ僕趣味が、まあ、動画編集。あ、そうなんですか？なんで、え、一緒です。あ、そうですか？なんか嬉しいです。 YouTube、 YouTuber もさ、なんか動画も YouTube とかやられて。YouTube はやってないですけど、インスタグラムとかで載せてくれて。そうなんですね、はい、じゃあ相馬選手のインスタを見たら、ちょっとその動画の編集した、はい、あ、ちょっと拝見させていただきたいと思います。ありがとうございます。そのあ、もうね、やってもらえるのでぜひ、はい、よろしくお願いします。それでは明日から、はいはい、頑張っていただきたいと思います。はい、はい、最後にそれでは意気込みをよろしくお願いいたします。はい、そうですね、まあ向こう町競輪2回目なんで、はい、しっかり予選勝ち上がって準決勝も勝ち上がって、はい、決勝で、まあ、同期も勝ち上がってくると思うんで、同期といいレースできるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。頑張ってください。向こう町、はい、どうですか？前回1回だけ来たんですけど、はい、もう好きな競輪場です。あ、そうなんですね。はい、どのあたりが？宿舎も綺麗ですし、ご飯も美味しくて、あ、リラックスできるんで。あ、本当ですか？はい、今回もじゃあリラックスで来られたということで。はい、リラックスして、はいはい、よかったです。ちなみに熊本はまだその競輪場がこれ、まあ、今年、はい、夏ぐらいだと思うんですけど、はい、今ない状態で、練習とかってどんな感じでされてるんですか？街道で金賀タイトさんとか。あ、やっぱりみんなそう一緒にしてます。あ、じゃあちなみにいいですか、あのちょっとあの、はい、佐藤武さんですか、はい、もお伺いしたんですが、私あの来月あの金賀選手とトークショーの予定が入っておりまして、はい、入江さん、金賀さんのとっておき情報なんてあったりしますか？とっておき情報、はい、ここだけの話いただけたら。いやー、まあ、高校の先輩っていうこともあってか、やっぱ後輩には厳しいです。あ、厳しいんだ。まあ、でもそれだけあの愛を持ってこの言うべきところはきっちり言ってくれる。そうですね、はい、良かったところは褒めてくれるみたいな。はい、改めてあの入江さんから見てどういう先輩になってきますかね、田中さんの。いい目標になる先輩です。はい、ありがとうございます。使わせて目指す場所だと思います。100点ありがとうございます。使わせていただきます。あの練習は一緒にされてて、はい、まあ、学校も一緒だったということなんですけど、オフで一緒にこう遊んだりとかということはあるんですか？ないです。ないんです。もうすぐにノーマシということだった。
そうなんですね。はい、なんかあの趣味とかそのお休みの日は何されてるんですか？最近ゴルフを。あ、ゴルフ、はい、あ、もうここ今全員ゴルフが大好きで。熊本だったら中川誠一郎さんとか。あ、誠一郎さん一回行きました。同じぐらい下手でちょっといい、よかったです。ちょっといい、よくないところが出てますね。入江さんね、いいキャラですね。いい一番今いい笑顔がね。どれぐらいで今ちなみに今ベストは108。ちょっとあんまりよくはない。106なんで負けました。すいません、よろしくお願いします。これさ、また今度会った時にそのどっちがっていうね、戦いができるかなとも思うんですけども、まずは今回あのどうですか、今回に向けてというか意気込みなんかもいただきたいなと思うんですけども、まあ、しっかり練習はしてこれたので、まあ、自分の持てる力しっかり出して一着目指して決勝までしっかり乗りたいと思います。前走が小倉で完全優勝、はい、ということでいい感じで乗ってる状態ですか？そうですね、はい、追加だったんですけど、はいはい、しっかりと走り切れたので、うん、よかったです。冬とか夏とか、 なんかそういう季節的なもんとかはどうですか？そうですね、自分結構冬嫌いで、 あんまり最近ちょっと成績良くないですけど、だんだん暖かくなってきたんで、うん、はい、ここから上げていければなと思ってます。はい、ちなみに熊本ってあの今その練習場ってどう、私全然分からなくてどういうところでやってる、今ない状態だと思うんですけど。練習は、あの神奈川太斗さんとか、はい、あと中本翔英さんとかと一緒にあの街道で練習させてもらってます。あ、そうなんですね。そうか、熊本とかの方が暖かいんですかね？そうですね、まあ、うん、暖かい日もあるし、まあ、ちょっと日によって結構寒い日もあるんですけど、うん、はい、まあ、しっかり着込んで頑張ってます、ね、はい。私あの個人的にあの来月神奈川大斗選手とトークショーをさせていただくんですが、はい、ちょっと佐藤さんから見てちょっと神奈川さん何かとっておき情報とかあったりしますか？いや、とっておき情報、とっておき情報、ここだけの話、そう、そんなないですちょっと結構、はい、どんな先輩ですか？あ、やっぱでも練習もめちゃめちゃ強くて、あ、とってもかっこいい先輩です。はい、ちなみにその練習以外で、まあ、オフというか一緒にこう遊んだりとかはあるんですか？いや、オフの時はもう結構一人でもいろいろと、うん、まあ、アニメ見たりとか、 あともうゆっくりなんかちょっとどっか出かけたりとか、はい、が多いですね。でも練習の時に先輩たちと一緒にやらせてもらうって感じが、うん、はい。佐藤選手アニメが好きなんですか？そうですね、アニメとか漫画が結構好きでいろいろと見てます。漫画を見たりちょっとお出かけしたりとか、はいはい、出かけるところはなんかいろいろ。そうですね、出かけるのはまあちょっと買い物に行ったりとかもありますし、うん、まあ、ちょっといい景色見に行ったりとかもたまに、はい、してます。景色を見に行くときは自転車なんですか？いや、もう車とか。あ、車だ、そこはちょっと自転車オフの日はいいかなっていう感じで、はい、はい、そうです。そうなんですね、はい、これから暖かくなってくるんでまたますますいいですね、はい、こう景色も、はい、それでは最後に意気込みを、はい、はい、まあ、一応練習かかってるんで、はい、安田さんとかあの同期の平野さんとかもいるんで倒せるように頑張ります、はい、応援お願いします。今回明日からお財布パンパンでうちの社長の橋本が来るんですけど、今回一押しで、一押しですか？はい、一押しということで、はい、はい、まあ、前回も特賞もかかってっていうところだったんですけども、1着1着2着っていうところで、どうですかそのあたりは、まあ、今回も含めてなんですけど。そうですね、もうなんか優勝か準優勝かしか取ってないんで、まあ特賞したかったですけど、まあ機会がなく、はい、また今度って感じです。ということはまたここからですね、狙っていくような形ですかね、はい、ここからまた3連続で優勝していきたいと思います。すごい、このもう本当に常に強いレースをされてると思うんですけども、あのお休みの日とか、まあ、休みはしっかりと取っているんですか？いや、まあ自分の体と相談して、でも基本元気な時は練習しているって感じで、本当に疲れた時ぐらいしか毎休まないですね。こうそのオフというか少しゆっくりしようっていう風なところで、なんか好きなお出かけだったりとか趣味とかそういうようなものはどうでしょうかありますか？まあ、どっか気分転換に県外行ったりとか、うん、まあ、試合後だったらその場所をちょっと観光して帰るみたいな感じが多いですね。あ、少し県外に行ったりとかもオフであるんですか？
まあ、完全なオフとかではないですけど、まあ、午前中練習して午後からちょっと行こうかなみたいな感じで。それは自転車で？いや車で。あ、そこやっぱ車なんですね。車ですね。なるほど。あの今回はまあ昼間なんですけど、はい、あの応援されるお客様も多いと思うんですけど、はい、なんて呼ばれるのが好きとかありますか？なんすかね、でも昼開催が初めてで、デビューしてルーキーシリーズに行ったら昼が初めてなんで、そうなんですね。あんまり観客がいる中で走った記憶がないんで、ミッドがモーニングしかなくて、あ、まあ、ナイターが1回入ったぐらいで、これ同期の中でもかなり珍しい感じですか？そうですね、昼開催を初めてな、どういう動きで今回競争なんかなっていう体調面とか、 なんか睡眠時間とかが気になりますね。正しい人間の生活ができてなかったんですよね。もう早起きか遅い。すごいですね。じゃあ標準が初めてっていう。標準が初めてなんで。そうなんですね。私結構その競輪場行くと応援声出したいタイプなんですけど、はい、ちょっとイメージ的にはどういう声援だと嬉しいなとか。イメージ的にですか、まあ、はい、分かれば嬉しいですね。はい、でも名前で呼ぶような、まあ名前ですね、上の名前が呼び聞き慣れてるんで、それが一番いいですね。なるほど。もう安田さんとか安田選手みたいな感じで、あ、そうですね、はい、がまあ分かりやすくて。分かりました。そうさせていただきたいと思います。はい、います。はい、あの冬とか夏とかそういう得意はありますか？寒いとか暑い。いや、春か秋が好きですね。やっぱ程よいところがいいですよね。ちょうどでも今回暖かいんですかね、3日間。そうなんですか。今日でもちょっと来た時ちょっと寒いな、うん、まだ寒い、はい、前回小倉で暖かかったんですよね、はい、そうですよね、中ですしね、中なんで。しかもで小倉の前もピスト6行ってて中で、中ちょっとまだ冬そっか、冬慣れがちょっと。そうするともう中続きの中続きなんで、もう1ヶ月ぐらい。そうですよね、外走ってないです、ね、しかも昼っていうのも初っていう、ね、はい、いろいろと意外に初には、意外に初ですね、なるっていう、はい、ただ、まあ、あの佐世保は相性が、はい、はい、あ、そうそうそう、向こう町は相性がいい、いい、そうです、向こう町もピンピンにで準優勝して、うん、はい、ということで、そういうことで、はい、ごめんなさい、間違えましたけども、結構相性がいいような、相性も、はい、そうですね、はい、印象なので、はい、頑張っていただきたいなと思うんですけども、はい、最後に3日間の気持ちを一言よろしくお願いします。前回優勝できなくて、一からまた完全優勝目指して頑張りたいと思います。